はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、ベイブレードバースのランダムブースターボリューム9です。はい、ということでこちらも2017年12月28日本日発売だね。うん、今回このビートククルカン、それとトランザフレーム、うん、この2つがレアみたいだね。うん、ジャシンバルキリー、あの初期のね、うん、が入ってるみたいで、なかなか面白いよね。うん、で、4箱ありますんで2箱ずつ開けましょうか。はい、よいしょ。うん、ビートククルカンお願いします。お、マットミノゴロスお願いします。あ、ブラストジニス、ブラストジニスお願いします。こいこ、あら、よいしょ、クライスサタン。じゃあ最後レアお願いします。あの、マットギガントガイア。じゃあ全てステッカー貼っていきましょう。はい、はい、ではステッカー貼り終わりました。まずこちらエシンくん出たのがクライスサタン5ガーズだね。うん、黄色いクライスサタンだね。続いてマトミノゴロス5ボルテックスゼファーですね。うん、これ暴れる系だねきっとね。うん、で私が出たのがブラストジニウス1ディフェンスですね。ディフェンスドライバー懐かしいけど、これは緑色のブラストジニウスでこんな感じだね。うん、はい、はい、最後にギガントガイア8アンダークエイクですね。うん、アンダーフレーム初めてだね。ちょっと下向きになってんだねこれね。すごい、はい、これでスプリガンレクイエムの改造をこれでできるってことだね。うん、はい、じゃあ私はブラストジニウス1ディフェンスでいきたいと思います。はい、僕はクラッシャータン5ガードでいきます。はい、 C2-1 ゴーステン。おっ、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 もう一回バーストだ。何年だってバーストを決めてね。跳ねる跳ねる。ああ、3連続バーストにならなかったけど勝った。はい、ではギガントガイア8アンダークエイクでいきます。うん、僕はマットミノゴロス5ボルテックスゼファー。はい、C2-1 ゴーステン。いいね、いいね。ゴーステン C2-1 ゴーステン。やれた、今度は逆に C2-1 ゴーステン。追いつけない。回転が上回ってきてしまう。その間バストバスト、バストしないでしょ、こうなってくると当たらない。なんてことだ、さっきまでのバースト合戦が嘘ってことだね。イエーイ。じゃあ、エシン君のベース貸してもらいます。クライスサタン5ガード。僕はパパのベースを使わせてもらって、ギガントガイア8アンダークエイク。はい、C2-1 ゴーステン。ちょっと、まともに食らってるが大丈夫かな。うん、あっ、あー、 C2-1 ゴーステン。おっと、危ない、危なかった。あー、危ない、微妙な動き、耐えろ、避けろ、かわせ、バット、よっしゃー、 C2-1 ゴーステン。あいつの攻撃食らったらダメだ。ここバーストさせられる前に、うわっ、綺麗に真ん中にとどまった。どうだ、バーストー、いける、頼む頼む、いける、あー、ダメだー、よいしょ。続いてマットミノゴロス5ボルテックスゼファーでいきます。はい、僕はブラストジニス1ディフェンス C2-1 ゴーステン。C2-1 ゴーステン。さあ、どうだろう、今度は真ん中に包まれば大丈夫。ちょっと跳ねるね。おっ、よし、あ、これはもうバースト無理かな。ディフェンス、やばい、やばい、よーし、 C2-1 ゴーステン。スプリガンレクイエム1アンダーデストロイ。はい、アンダーが手に入ったからね。うん、はい、右回転です。右回転です。それに対してパパはこれでいきます。あ、ブラストジニウス1ディフェンスね。これ今回の中で一番良かったかなと思って。うん、 C2-1 ゴーステン。あー、すげえ硬そう。硬いな、スプリガンレクイエム。あ、ビクともしない。あ、やばい、よっしゃー、 C2-1 ゴーステン。
やっぱすごい。あ、またな。マジか。スリー、ツー、ワン、オッケー。いけー。頑張れ、頑張れ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。よっしゃー。あ、バースもしちゃった。よし、よし。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムブースターボリューム9。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。チャンネル登録もよろしくね。ということでやっぱこの回答いいよっしゃー、またバーストされた。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。